三国一の卑怯者、秀吉に唯一許された大名、戦国秀久。独断専行で大損害。だけど、天下人に愛される。皆さんこんにちは。今回のエピソードは、豊臣秀吉に唯一許された武将、戦国秀久になります。戦国秀久のエピソードを話す前に、皆さんは豊臣秀吉にどのようなイメージをお持ちでしょうか。豊臣秀吉といえば、農民から知恵と機転で大出世を遂げた明るい関白様というイメージをお持ちかもしれません。しかし、それはあくまで彼の若かった頃の一面に過ぎず、本質的には無能に厳しく、使えない人間は身内でもどんどん切り捨てていくというのが秀吉でした。イメージと異なり、優しかったのは秀吉の上司である信長です。信長は謀反を起こした人間でも一度は許す寛容性を見せており、実際に弟の信行も一度目の謀反は許されました。他にも柴田勝家、足利義昭、松永久秀など名だたる武将も一度目の謀反は許されています。反対に秀吉は子飼いの家臣でも容赦なかったことで有名です。秀吉が天下を取った際には家臣に向けて、わしは信長様のように甘くはないぞと発言し、家臣を脅したと言われています。そんな冷酷な秀吉に唯一許された大名、戦国秀久について今回は話していきます。悲惨な最後をたどった羽柴四天王。一般的に有名な織田四天王や徳川四天王と異なり、羽柴四天王はいまいち知名度がありません。それもそのはずで、この四天王は後々有名になる武将がいなかったどころか、多くが悲惨な最後となったからです。特に尾藤友信と神子田正春は主君である秀吉の命により最後は処刑されてしまいました。神子田正春は秀吉よりその頭脳を高く評価されていた一方で、秀吉を小馬鹿にする言動も多く、秀吉は苦々しく思っていました。そんな中、神子田は小牧長久手の戦いで羽柴軍の新狩りを務めましたが、無断で戦場を離脱しました。当然許されるわけもなく、高野山へ追放されます。しかし怒りが収まらなかった秀吉によって、高野山からも追放され、豊後の国に流れました。九州征伐中の秀吉に帰参を願い出ましたが、許されなかったどころか、気に入らないという理由だけで斬首されてしまいます。羽柴四天王として長年の功績があったにもかかわらず、簡単に処刑を命じてしまう秀吉には人の心というものはなかったのでしょう。同様に尾藤友信も悲惨な生涯をたどります。後ほど紹介します辺津川の戦いで失敗した戦国秀久の後継ぎとして尾藤友信が軍監となりました。しかし前任者の失敗を見ているため、慎重になりすぎた結果失敗してしまいました。根城坂の戦いで藤堂高虎がわずかな手勢で根城坂砦を救援します。その後、島津軍へ追撃のチャンスがありながらも、慎重になりすぎたあまりに尾藤友信は島津軍への追撃を行いませんでした。このことが秀吉の逆鱗に触れ、所領を没収されてしまいます。その後は高野山でおとなしくしていたのですが、なぜか秀吉に謀反の疑いをかけられ、尾藤の家に火をかけます。そして1590年、小田原を平定した秀吉の前に挺発して現れ、許しを請うも、そのことがなぜか秀吉の怒りに触れ、神子田同様に処刑されてしまいました。秀吉は甥の豊臣秀次の妻子を処刑するなど、非常に残忍な人物であり、何があっても失敗を許さない人物でした。そんな中で戦国時代において最も失敗をしたと言われているにもかかわらず、唯一挽回の機会が与えられ大名に復帰できた男が、今回の話の主人公、戦国秀久になります。お前顔めっちゃ強そうやんけ。信長に気に入られた戦国秀久。戦国秀久が歴史の表舞台に出てくる時期は、信長の美濃攻略戦です。織田軍のもとへ馳せ参じた13歳の秀久は、心中を誓うために織田信長と対面します。その際、信長は風貌が勇ましいと大変気に入り、その場で召し抱えました。その後、秀吉の馬回り衆に加えられ、そこで武功を重ねていきます。秀吉が出世していくとともに、秀久も出世を重ねていきます。無論武功も挙げており、大きな戦のたびに敵の武将を討ち取るという功績を重ねました。淡路島を海賊とともに平定するなど、戦での強さや人を巻き込む力に関しては折り紙付きでした。長宗我部との戦いでも活躍し、
初期の豊臣政権の中で武功第一といえば戦国秀久であるとの声も大きかったと言われています。しかしそんな秀久の順風満帆な人生も九州征伐の際に一転してしまいます。秀吉の命令を無視した挙句に大敗、仲間を見せて一人で逃げる三国一の卑怯者と呼ばれる。1586年四国を平定した秀吉に従い、四国勢の軍官として従軍することになります。四国軍をまとめて九州に侵攻した秀久軍でしたが、長宗我部家と長年戦争状態であったため仲が悪く、軍隊としてのまとまりに欠けていました。秀久は秀吉から本隊到着までは持久戦に徹するようにと書状を受け取っていました。しかし九州の情勢に詳しかったことに慢心し、自ら患者働きを行い、命令を無視して島津軍と勝手に戦を始めてしまいます。数で劣る豊臣軍でしたが、士気も高かったため島津軍を圧倒し、島津軍は敗走を始めます。それを見た秀久は追い打ちを命じますが、これは島津軍の罠でした。島津家得意の戦法である釣り野伏を発動しました。釣り野伏とは敗走したように見せかけ、追いかけてきたところに伏兵が現れる戦法のことです。そして敗走している部隊も止まり、突如反撃に講じます。この戦法には練度が求められ高等戦術となっていました。しかし島津家はこの釣り野伏を完璧に使いこなしており、今回もこれにより秀久軍は散々に打ち破られてしまいます。秀久は軍官という立場のためその場に留まり、兵を回収し撤退する義務がありましたが、なんと長宗我部や曽郷といった他の与力大名を見捨て、一人で淡路島まで逃げ帰ってしまいました。その結果、長宗我部信親や曽郷正康らが討ち死にするという大損害を被ってしまいます。一人で逃げ帰った秀久は下記のような評価を受けることとなります。戦国は四国を指して逃げに蹴り、三国一の臆病者。ルイス・フロイスはこの時の戦国軍の様子をこう記しました。豊後の国に徴領している最悪の海賊や盗賊は戦国の家来や兵士に他ならない。恥とか慈悲とかいった人間的感情を持ち合わせていない輩であり、できる限り盗み取ること以外目がなかった。当然のことながら命令を無視した挙句大敗した上に一人で逃げ帰ったことに秀吉は激怒します。しかし平常時の秀吉であれば切腹、悪ければ斬首を命じそうな大失態なのですが、なぜかこの時は処理を没収の上、高野山へ追放という処分で許されました。そして後に1万石の官人料をもらったことから、秀久に対する秀吉の厚遇ぶりがわかります。家康の行為で陣を借りる、小田原征伐で活躍する。先ほどの尾藤智信は秀吉に顔を見せた際に首をはねられますが、反対に戦国秀久は秀吉に歓迎されました。1590年に小田原の役が始まると、徳川家康の推薦もあり、故郷美濃で浪人たちを集め陣狩りとして参陣します。秀久は自らの陣羽織に無数の鈴を縫い込み、動くだけでジャラジャラと音が鳴り響く仕掛けを施しました。目立つことで敵を自分の周りにおびき寄せることが目的でした。実際縦横無尽に戦場を駆け回る秀久に対して、敵は首取りの手柄を求めて次々と襲来します。それをことごとく打ち取りながら敵の城へと突き進む姿は鬼神そのものでした。一躍鈴なり武者の評判が敵味方に広がり、大いに味方を鼓舞したと言われています。小田原城早川口攻めでは小口の一つを占拠するという抜群の武功を挙げ、秀吉を大いに喜ばせました。秀吉に謁見を許された秀久は忠勇を称されて、秀吉が使っていた金の断線を手図から下賜された逸話が残っています。その功績から秀吉が信濃小諸に5万石を与えられ、大名として豊臣家臣に復帰しました。その後天下の大泥棒である石川五右衛門をねじ伏せ捕獲したとの伝承も残っています。しかしそんな秀久でしたが、時流を読む力に長けており、秀吉亡き後天下を取るのは徳川家康であると見抜いていました。秀吉の死後、徳川家に着いた秀久は1600年の関ヶ原の戦いで東軍として参戦します。徳川秀忠の側近として上田城攻めに参加しました。しかし上田城攻めはうまくいかず、結果として秀忠は関ヶ原の戦いに遅参することになってしまいました。そんな秀忠に対して激怒する家康への謝罪に秀久は努めました。この働きが後に秀忠に重用されるきっかけとなります。このように秀忠に気に入られ、徳川幕府から評価されたことで、
後の世で戦国騒動というお家騒動を起こしてしまいますが、改易を免れました。秀久は秀忠より数々の特権を与えられました。まず秀忠付けという名誉職を外様大名であるのにもかかわらず賜りました。また江戸に散布するとき、他の大名は江戸に祭祀をとどめ置かれておきながら、例外的に秀久に関しては道中の祭祀同伴が許されました。そしてその上、必ず幕府からの上司が板橋宿まで迎えに来ていました。これは徳川譜代の重臣でも与えられなかった特権になります。1608年の冬にはわざわざ将軍の秀忠が江戸の秀久邸を訪れ観覧したと言われています。1609年、秀忠の将軍宣下御拝賀に随行し、1611年正月2日の応対染めの際にも他の大名が許されない中、秀久は着座を許されました。このように秀久は猪大名でありながら、信長に認められ秀吉や家康、秀忠から重宝されるといったように、天下人から愛される才能を持っていた特別な大名だったのです。今回のエピソードはいかがだったでしょうか。面白かった方はチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントをいただけると今後の動画作成のモチベーションになります。